はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、所得税の3回目の動画、居住用財産の3000万円の特別控除について解説いたします。これが、どういった内容なのか、具体例を出しながら、解説していこうと思います。まず、この特別控除っていうのは、譲渡所得から3000万円を差し引くことができますよっていう、内容なんですね。で、ここ譲渡益って書いてあるんですけども、譲渡所得と考えていただいて大丈夫です。例えばなんですけども、マイホーム、自分が住む土地とか建物ですね。これを2000万円で買って、6000万円で売ったと仮定します。そうすると、譲渡所得、譲渡益は4000万円ですよね。2000万円で買って6000万円で売ったというのであれば、4000万儲けてますので、4000万円が譲渡所得、譲渡益になります。で、この4000万円から3000万円を特別控除、差し引くことができるんだよっていうのが、この特例の内容なんですね。つまり、儲けは4000万だけれども、こっから3000万円を引いて、1000万円、これに対して税率をかけて、所得税の税額を計算してくださいね、という話なんです。この特別控除がなかったら、4000万円に対して税率をかけるわけですよね。でも、今回の特別控除を使えば、3000万円差し引くことができるから、1000万円、これに税率をかけて、計算することができるよということで、だいぶ譲渡所得税の金額が下がるよっていう話ですね。で、このじゃあ3000万円の特別控除を使える要件、適用要件は何なのか。まず、居住用財産と書いてあるので、もうマイホームが前提なんですよね。自分が住んでいる建物だったり、その敷地。これが要件となっています。で、ちなみにこれっていうのは、実際に住んでいる、現に住んでいるマイホームを売る場合、売った場合だけじゃなくって、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すれば、現に住んでいなかったとしても、この3000万円の特別控除の対象になってくるんですね。もちろん他の要件も満たさないといけないです。ただ、今住んでいなかったとしても、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却をすればこれ使えますよと、いう話です。例えば、住まなくなった日が2022年の、例えば3月にしましょうか。2022年の3月と仮定します。そうすると、そこから3年後なので、2023年、4年、5年ですよね。2025年の12月31日までに売却をすればこれ使えますよっていう話です。今住んでいなかったとしても住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば OK ですよって話ですね。で、二つ目。売却先が配偶者だったり子供だったり親だったり、いわゆる身近な人じゃないということが要件になってきます。友人とかであればいいですよ。ここで覚えておくべきことで言ったら、売った先、飼い主ですね。飼い主が配偶者だったり、親だったり、子だったりした場合は、この3000万円の特別控除使えませんよっていう話です。で、三つ目。売った年、売却した年、またその前年、さらにその前々年に、居住用財産の買い替え特例。これもね、今回は3000万円特別控除の話なんですけれども、また別の特例があって、買い替え特例だったりとか、マイホームの譲渡損失、繰り越し控除の特例。またこれも別の特例があります。こういったものとか、あと3000万円の特別控除。この特例ですね。っていうものを受けていないというのが要件になってきます。つまり、売った年の前年、前々年にこういった特例を受けているという場合は、今回3000万円の特別控除を受けることができませんよっていう話です。なので、これらを全て満たす必要があるということなんですね。で、ここ見ていただくとわかる通り、この3000万円の特別控除を使うにあたって、所有期間、このマイホームを所有していた期間だったりとか、あと、マイホームの面積、建物の面積、
その敷地の面積っていうものは要件にないんですよ。つまり所有期間とか面積の要件はありませんので、そこは考えなくてもいいですよというところです。ここ意外と注意していただきたい部分なんですね。特に所有期間については他の特例では要件になってたりするんですね。なので今回の3000万円特別控除については所有期間、特にこれ関係しないんだよ、所有期間が何年であったとしても適用することができるんだよっていうところを頭に入れていただければと思います。まあ、あと注意が必要なのはこの部分ですね。現に住んでいるマイホームだけじゃなくて、住まなくなったとしてもそこから3年後の12月31日までに売却すれば、そのマイホームについては3000万円の特別控除、まあ、受けることできますよっていうところですね。あとこの売却先が配偶者や親や子じゃない、まあ、これについても他の特例によく出てくるんで覚えていただければと思います。まあ、内容的にはそれほど難しくないんですけども、この要件ですね、これ覚えるのが大変だと思いますんで、何回か動画を見ていただきながら頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。